はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ソレッキー製造工場へようこそ。工場長のりです。さあ、本日なんですが、またゴミみたいなデッキ作ってきたんでね、ご紹介していこうかなというふうに思ってるんですが、最近ね、動画の3戦目でね、当たったデッキなんですけど、撤収命令っていうカードとエクゾディアを組み合わせた撤収エクゾっていうデッキがありまして、これどういうデッキかっていうと、フィールド上に、エクゾディアパーツを揃えて、で、それを撤収命令で回収して勝つっていうデッキなんですよ。まあ、このゲーム系で結構なかなかのクソデッキなんですけど、エクゾパーツって、全部でレベルが合計レベル7なんですよね。3、4、5、6、7なんですけど、このレベルレジストウォールっていうカードが、フィールドローモンスターが戦闘か相手の方が破壊されると、なんかその破壊されたモンスターのレベル分、の、モンスターを特殊召喚できるっていう、何体でも。っていうカードがあるんですね。で、レジストボールを、打って、レベル7分のモンスターを破壊させて、で、撤収命令打つっていうコンボが、これ撤収エクゾっていうコンボなんですね。で、このコンボね、なんか僕思ったんですけど、トラップカードじゃないですか、撤収命令も、レジストボールも、通常トラップ。なんで、ラビレンス使ったらいけんじゃないかっていうのと、あと、ラビレンスってレベル7いるんですよ。結構特殊召喚しやすい。だ意外といけんじゃねえかなっていうので、で組んできました。結論ね、かなり難しいです、これ。コントロールすんの。まあ、エクスパーツ引いちゃっても別に大丈夫なんですよ。レベル合わせればいいんで、まあ、そこはなんとかなるんですけど、やっぱね、ラビレンスがある程度強いっていうのもあって、なんかね、意外とね、そのこいつだけを戦闘破壊とか効果破壊するのむずいんですよね。でも一応盤面、を整理して、なんかそのラビリンスを送りつけてね、テンションのコードになるとかで。で、自爆特攻するとかは、まあ一応ギミック内に入ってんですけど、これね、かなり難しいですね、コントロール。いや、俺は撤収エクゾして勝ちたいんですけど、ラビリンスで勝っちゃうっていうのがめっちゃ多かったんで、撮影めっちゃ難航しましたが、なんとかね、神ディエル何個か取れたので、それご紹介して、いこうかなと、はい、思ってます。やっていきましょう。ディエル、スタンバイ。あー、なるほど。これはまあ割と良さそうなハンドではあるな。ストービー効果、いや、まあ、天の施策を切るしかないか。次元障壁は残しておくしかないな。で、撤収はエクゾディアで勝つためのパーツだから撤収はエクゾで勝つためのパーツなので、仕方なくて、で、セット、まあ、とりあえずこれでエンド。まあ、次元障壁がね、刺さる相手だとね、結構その相手止まってくれるんですよね。なんでそうすると結構いけるんですけど、あ、双剣か、なるほどなるほどなるほど。郵送権限、いや、これシンクロって言ったら止まるだろ、さすがに。あのデッキリンクは一応いるけど、多分シンクロって言ったら止まんじゃねえか。いいよ、でチューナー出てきて、チューナー出てきて次元障壁いいんじゃん、多分。チューナー出てくる、チューナー出てくる次元障壁打ちます。シンクロ宣言します。シンクロモンスターはせません。レベル4チューナーが、チューブラリーになりますか。それの方がいいね。これはここで打った方がいいな。出てきたらそれはそれでめんどくさいから、次元障壁打つ、でシンクロ宣言で、レディ効果発動チェーンして、これいけるかな。これでさ、レジストをセットして、レジストセット、はい、 OK で、意味わからん状態、エンドフェイズ、きたきたきた、よし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 、で一旦ちょっと、白金出して、で白金で、戻す、で効果発動チェーン1白金、チェーン2、ストービーで出てきて、で相手これハンドだな、これハンド破壊しよう、はい、でハンド破壊バキーン、 OK で、出す、でここ
で、ね、これで、あと1体モンスターに、送りつける。あーでもこれ、あー1体足んねえか、これ1体足んねえな。天照の子、あ、しかもなんかあれじゃん、相手モンスターさ、ちょっとお前真ん中に出せよすごい理不尽なこと言うけど、お前モンスター真ん中に出せよ。ちょ、天照のコーディネーラーで送りつけられないだろ、そんなとこに出したら。エクストラモンスターゾーンの前にモンスターさんやめろ。サクリファイスアニマでもパクられるかもしれないだろ。くっそ、あの野郎、あの野郎ふざけやがって、バトルフェイスだちくしょう。いや、これちょっとあのラビリンスがあの破壊されないので、撤収ができなくてメイン2ですね。まあこれもし普通にこれで勝ちそう、これで勝っちゃうんですよ、ラビレンスでも。正直撤収できない、撤収失敗っていうパターンあるんですよね撤収失敗っていうパターンが意外とあります。サンダーボルト、これちょっと、これ逆にチャンスかもしれん。サンダーボルト、あ、これじゃ逆にチャンスかもしれん、これ。そのサンダーボルト神ゲーマ起きるまであるな。これビッグ打つでしょ、ビッグ打つで、ビッグ戻す、いやこれいける、ビッグウェルカムラビリンス発動、レディ発動で、レディ効果でな、これは何でもいいな、なんか次の攻めて、まあ、攻めてなくてもいいか、まあ、増殖する字、はいどうぞ。いや、あんま関係ないでしょ、増殖する字は多分。いや、もう大丈夫だと思う。ダメステラフから、あ、ダメステじゃないか、これ。あ、裏抜けたやばいか。裏抜きからたやばい。でも、どうしようもない、もう。そうですね、強制脱出装置でもセットしておきますか。で、ビッグ効果で、デーモン出して、ラビリンスデーモン出す。で、レディと、レディを戻して、フィールドモンスター破壊される。破壊されたので、レジストウォールぶち込む。あー、これ発動する。シャンドラオッケー。テクノに勝ちだから。で、君はダメ。場面になる頃から。で、レジストウォール発動。で、破壊されたモンスター対象にとって、そのモンスターとレベルが同じ、になるように、デッキからモンスターをリクルートしてくる。効果無効にして。足。足。腕さあ、わけが分かるんだろう。今から一挙に封印を解いてやるからな。さあ、封印されし者たちよ今こそ封印を解くとき、撤収撤収墓穴どうぞどうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。あ、いいです。撤収持ってこい、お前ら。ポポポポン いや、サンダーボルトマジ神、いかにと思うか、エクゾーホクライブ奇跡起きた。なるほど、天国さん来てるときはいけんのかな、これ意外となんかワンチャン3000のなんか壁がでかくて意外といけるとかいう説ない、これ。金満で謙虚な壺どうぞ。デッキなんだろう、まあ、デッキ見れるのはありがたいな、金満謙虚な壺は。はい、どうぞ。エアーマン、ブレイクザデス、あ、ヒーローか。ブレイクザデスティ入ってるの珍しいね。ブレイクザデスティってなんかあれだよね。D 破壊してターンスキップみたいなことしてるやつだね。やば。ドラゴンディエンドか、レベル8以上のヒーローを対象に、それも破壊して次のメインフェーズ1スキップ。やばいこと書いてるね。かなりやばいこと書いてるよ。かなりやばめのこと書いてるな。ソリッドマン採用してるのいいね。ソリッドディナイアル。あんま強くなそう。ソリッドディナイアル、はい。これエアーマンじゃ強かったかな。で、ディナイアル、あ、ベルテアナコンダ。
なんか全力でブレイクザテイストにしようとしてきてない？っていうか普通にエアーマンから入っても多分別にデスティニーヒーローは出ると思うが、ブレイクザデスティニーを拾い出すぎたのかな。わからんけど、なんかちょっと若干クソデッキの匂いしてる、これクソデッキの匂いするんだけど、フュージョンデスティニーの効果で、デスティニーヒーローをデッキからディナイアルディスクダッシュ、あ結構 D 入ってね、あドミネイトか、なるほどなるほど、ドミネイトくんね、なるほどですね。あ、そう、デッキトップ操作しなくていいんですか？デッキトップ操作しなくていいんですか？まあとりあえずビッグウェルカムか、ビッグウェルカムは、セットして、でいや多分あれブレイクザデスティニー打ってくるってことでしょ、これ多分。ブレイクザデスティニー発動されて、ドミネイトガイ破壊されて、破壊されると D が 3体特殊ができるね。なるほど、やばいね。いやそれなおさらドミネイトガイのデッキトップ操作能力使った方がよかったのでは。これディスクガイ蘇生するでしょ、そうだよね、これ2ドロー入るからね、この動きは結構強いんだけど、なんかデッキトップ操作してなかった気がするんだけど、相手主だっけ。まあ、とりあえず一旦天国ローを出すか。なんか完全にターンスキップしようとしてきている匂い感じるから、ちょ天国の王だけ出すわ。天国の王を出します。でこれ座点めっちゃ高いんで、とりあえず攻撃表示でいいです。でかい3000の強さ、非常に優秀。さあドミネートでディスク特殊、ダッシュ特殊、ディアボ特殊、なるほど。でディスク効果2ドロー、やばいね。やばいやん、やばいやん。いや、やばいことしてるって。何このターンスキップデスティニーヒーローって、クソコンボすぎるだろ。いや、クソコンボすぎるだろこれ。どうしよっかな、打つしかないか。でもなんかターンスキップされようとしてるけど、トラップデッキのくせになんかすげえ動けてるんだけど、これ大丈夫？このデッキ最強ってこと？すげえ動けてるんだけど、どうせ、あでも天国の戻すって説なんだこれ、一応天国戻す説もあるね。一応こうかで、これ戻して、で効果発動して、で効果発動して、で特殊で効果で持ってきて、いや一応動けてはいるぞ。一応ギリギリ動けてはいる、いける。これなんか耐えてる、なんかすごいターンスキップされようとしてるけど、スタンバイフェーズでめちゃくちゃ動けてるから、なんか耐えてる。これどうせね、あの王家の神殿なんて貼れないんでね、王家の神殿なんていうカード貼れないんで、まあ、セットするでしょ。でレディー出すでしょ。でエンドフェイズなんですよね。クソギミックが絶対に許さんぞ、クソギミックがよ絶対に許さん。いやただ意外となんとかなってる、羽、なるほどな、羽めんどくさいな。一応ビッグ墓地効果あるんで普通に打たないもあるんですけど、まあ、白金出しますか一応ね、まあ、打たないで効果使わなければ墓地のバウンス効果使えるんで、なんとかね、そこから展開していくっていうのはできるんですけど、まあ、とりあえず白金の城のラビリンスを爆誕させて戻して、何破壊しようかな、これアナコンドでいっか。一応結構効果いろいろ起動できて、アリアンナと白金とそれからストービー効果発動できて、いやいけねえと、耐えてる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 、あのゴミみたいな、あーこれ天国ローム出そう、天国ローム出します。ターンスキップされましたけど、モンスター4体並びました、なんなら5体並びます。結構いけそうです、頑張れば。はいで、はい
で、いや、これ手札もあるけどな。でも一応アナコンダなんじゃねえか。フュージョンデスティニーもう一回撃たれたらめんどくさいしな。手札の不確定を破壊するよりかは、アナコンダを破壊した方がいい説。し、来い。あー、オンスター特殊召喚はしなくてよくて、これは、巨奪セットしよう。いや、意外といけてる。なんかすごい耐えてる。俺ターンスキップされてますけど、ね、実質。ターンスキップされて3ターン目でこの場面つけるデッキ、このデッキ強くないですか。ディーフォースはやばい。やばい、これドキだ。ディーフォースは非常にやばいですね。え、ディーフォースガチでやばいぞ。ちょっと待ってくれ。ディーフォースやばない。あのカードはどういうカードかというと、フィールドの、カードが、何の効果の対象にもならなくなって、でデスティニーヒーローを持ってこれると。でデスティニーヒーローが2回攻撃できて、打点アップしますみたいな効果なんです。だ、要するになんか無敵なんですよ、ブルーディーが。これね、かなりやばいですね。これかなりやばいですね。あー、やばいね。いや、これかなりやばいぞ。天狼接獄セットできたらいけるんから、プランわかりました。プランわかりました。ですね、いや、これかなりやばいんですよ、このカード。ディフォースっていうカードね。これ、自分の手に、ブルーディーが、大手札に加えられて、で効果対象にならなくて、ブルーディー2回攻撃できて、ドローフェーズがないけど、なんかやばいこと起きてるんですよね、これ。打点が超やばいくなってるでしょ。4200効果無効にしてくる、効果対象にならないスキルドラおじさんですよ。これやばくないですか、普通に。え、これマジで天狼接獄セットするしかないから、クロスがやばい、やばい、ちょっとライフがやばい。これね、だから、天国さんで天狼接獄持ってくるしかねえか。これ盤面解決されるんだな。はい、で普通に盤面解決されるんですけど、2100ですよ、守備力。守備力2100ですよ。なんか相手間違えたぞ、攻撃順番。で1800、はい、で1600いただく、いただきます。でですね、これはですね、つまりフィールドカードが対象にならない、リーヒーローお互いの墓地の数かける100アップドローフェイズドローできない。いや、これやばい、書いてることやばいだろ、これやばいって。 D フォースが言うカード書いてること、いかれてるだろ、どう考えても。このカードいかれてる。合金、なるほど、合金はいいぞ、合金はいい。まずメインフェーズで開始し、合金音、それに対象に取れないんで、相手のカード今全てのカードが対象に取れないので、あー、撤収命令とかにゴミカード来た。天狼接獄は引けない。ではですね、まず天獄の王の効果、セットカード割れなくします。で、まあ、セットですよね。いや、まあね、これね、まあ、とりあえず一体処理ましょう。これね、あのね、いや、まだ奇跡はあるよ。かなりきついけど、奇跡はある。こいつってさ、D ヒーローリリースしたらヒーロー持ってくる。あー、じゃあこっちか。クロスガイぶん殴るでしょ。クロスガイぶん殴る。OK。で、諦めなければ試合、諦めたらそこで試合終了。つまり諦めなければいつだって可能性はある。で、 D フォースでドローはできない。で、バイオン召喚やばい。いいでしょう。バイオン召喚はもうどうでもいい。もうもはや対象に取れるカードはない。相手のフィード上に。つまり強制出しそうじゃ自分のカードを戻すしかない。で、ビッグウェルカムも自分のカードを戻すしかない。対象取るから。すべてのカードが対象に取られるので。つまり俺はこのヒーローたちの猛攻撃を耐えながら天国の方で頑張るしかないんだ。
打点やばすぎてワロタ、打点やばすぎてワロタ。初打つは打たなくてもいいか。ビッグウェルカム発動、ビッグウェルカム発動。さあ頑張れ頑張れ頑張れ。あんま意味ねえかこれ。レディはレディバリバリなる、レディバリバリなる。あとここで天狼接続をセットしてもよかったですけどね。一応あの巨奪で自分で戻してっていう説は一応ありましたけど、まあとりあえず、ラベルンスストービーの効果で、蘇ってきて、で天国の王さん出てくる。でレディーは後でいいか。で天国の王さんはフィールドの効果じゃなくて手札で発動してる効果なんで、これでトラップカードはセットできる。でカードセットします。ここで天狼接続、ここしかない。あのモンスターを突破するにはこれしかないんだ。頑張れ頑張れお前ら、俺のライフを守れ。やばい、パンパン。いやでもこれレディが出てこれるから、まあ、2回攻撃できるんですよね。あいつ2回攻撃できるんですけど、はい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 。でこれで、はいはい、 OK です。でそれぶん殴られて OK、 いいよいいよ。で5600は全然大丈夫、こいつ耐えるから。いけるぞ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 いける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 。あと2000でやるだろ、耐えた耐えたろ。これ2000でやるだろ、これマスクチェンジとかされるなよ。いい OK、 耐えた。500残りない、500耐えてる。いや耐えたらある。あとは天狼接続であのブルーディーをぶち殺すみたいな。いけるぞ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 。 OK、 それはいい。 OK、 OK。 で俺のターン、ドロマジ地獄みてえな、地獄みてえなデュエル始まってるって。マジで激ヤバ。王家の神殿使いたかったっすけど、これ捨てるしかないっすね。アタッカー用意できないんで、あーブレイクザデスティニーか。はい、あーそこで撃つんだ。まあでも天狼接続で破壊できないから、これメインフェーズ1スキップできないな。戦速モンスターを蘇生すればいいんでしょ。アドバンテージ稼がれるのはまあリキッドマンかな。リキッドマン特集でフィールド上のモンスターを除外します。ちょ消えろお前、消えろバカ誰が。しゃーよし。で装備効果、特殊、あいけるか、あいけるかもしれんこれ。あこれいけるわ、これ神殿守れんじゃんこれ。あ覇者の一括、まあ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 ゴミゴミコンボは打ってくるわな、ゴミコンボは打ってくるわな。あミスった、こっちじゃねえ、ミスったー、ミスったー、使い方ミスった。ウェルカム、ちょなんとかあるかなこれ。ちょ普通にミスったんだけど、ちょミスったんだけど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 、やばいやばいかもしれない、完全にミスったいやまだわからん、まだいけるぞ、まだこれで戻せばいける。でシャンドラ回収クソ強引に。いやこれ絶対、あでもビッグなかったのか今、あんまあれだったのかな、ビッグなかった、そうかビッグ全部使ってんのか、俺やばすぎだろ、ビッグ全部使ってんのやばない。いやこれ攻撃表示はさすがにやばいだろ、俺攻撃表示さすがにやばいよな、死ぬよな。いやこれ横置きエンドじゃねえこれ。いやワンチャン相手のリソースも多分全部枯れてんだよな、いや全部枯れてんだよ多分相手のリソースも。でここでウェルカムをなんとかして俺が引っ張ってこれれば多分なんとかなるな。いやこれ相手リソース切れたっぽいぞ、相手リソース切れたっぽい。でまあ全部いなくなるのはもうしょうがねえ、これはこれはしょうがねえ。で一応ウェルカム打つ、
はい、でダッシュ横になるメインフェイズ2。いける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 ぞ。ウェルカムぞ、ウェルカム効果、アリアンナ特殊で、効果発動、レーディーで、レーディー出しましょう。 OK で、ビッグ効果こことターンで打っといた方がいいな。で、ダッシュ戻しますか。いや、まあダッシュ戻して、で、アドバンテージだいぶ稼いでいけばいいんじゃない。で、これで、ストービーと、シャンダル持ってくる。いや、いけるぞいけるぞ、なんかまくれそうな気がしてきた。ターンスキップミスにかまされてたけど、なんかいけそう。ドロークックロック、なるほど。今さらね、今さらのクックロックはマジでいらないね。うわ、でももうあれじゃん、ラビリンストラップないじゃん。ラビリンストラップないんだけど、これもうなんか攻撃力1000をさらけ出しに行くしかねえな。ねデスキャスター打つしかないんだよこれは。もうで、デスキャ白がね、いや、ここで測れとか言われたら俺世界終わるけどな。結構ちょ、なんとかしてくれ、なんとかしてくれ白金、ね、もうビッグがないんだ。君がセットし直してもらうしかない。無限砲よ。戻すか。戻すか。ちょっと待ってろ、レディーオブザラビリンス効果、トラップカードをセットしますの効果にビッグウェルカムチェーンして、で、デスキャスター戻す。いける。これで、無限砲よ回避。はっ。次元衝撃。分からせてやる。エクゾディアは揃わなかった。エクゾディアは揃わなかったかもしれないが、絶対にお前には負けない。我々の、その前の城の、ラビリンス。いける。いける。来た。これが来た、そう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 、来た。これでビッグエルカムをセットし直すことができる。オッケーカード、いや今さらいらない、あまりにもいらない、ビビった、いらなすぎて、いらなすぎてびっくりしちゃった。はい、これバトル行えないんだっけ。なんか覇者の一括かなんか撃たれてるんだっけ。撃たれてないわ、あ、やべ、撃たれてない、撃たれてない、あ、うわ、撃たれてなかったら普通にこれアリアンナ攻撃表示だった。ミスったー、ミスった。いやでもいける、いやこんだけトラップあったらいけるって。これまくったろ、これ何がターンスキップじゃバカ、誰がシュッダン。勝てるのこれ。やっぱり皆さん、遊戯王はね、最後まで諦めてはいけません。